ムで焦がすんですよ。で、それで、うおNo Tabasco, but I'm so stubborn. That's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo.どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京の日本橋にありますメキシコ料理屋さん、エルボラーチョさんにやってまいりました。こちらですね、まあ、メキシコのね、伝統ある家庭料理が楽しめるお店なんですけれども、もうメキシコ料理を代表する、ね、タコスをはじめとしたね、あとね、ちょっとあんまりこう目にしたことないようなね、メキシコ料理がいろいろあるんですけれども、今回ね、ここのちょっとね、ハバネロを使った、ちょっと辛いね、メキシコ料理を堪能していきたいかなと思います。一つ目がマリネーラ。こちらのこのマリネーラはですね、タコとトマトをニンニクと唐辛子で炒めたメキシコの漁師料理ということでね、まあ、これも伝統的な、メキシコ料理にいます。はい、これはね、ちょっと10辛、はい、なんか辛さレベルが調節できるらしいんですけども、普段はちょっと今ちょっと現状ね、まあ、グランドメニューとしてやってないんですが、裏メニュー的な感じで、10辛を頼むことができます。はい、ハバネロがね、ちょっと3つぐらいこう身が入っているということでね、これはとんでもない辛さだと。で、もう一つがですね、まあ、メキシコといったらタコスですから、せっかくですからタコス、食べていきたいかなと思います。そちらをね、2種類、頼みます。パストールとティンガデポジョと唐辛子を使ったね、サルサソースの、タコスになります。普段やってないんですけども、今回特別にハーフ&ハーフで1個ずつ、タコスを作っていただくことになりました。はい、それでは楽しみです。しばし待ちましょう。これをですね、はい、ギリギリまで焦がすんですよ。ここまで焦がすんですよ。で、それでうおこんな感じで炎が上がるんですよ。すごい。なんでこんな炎が上がるんですか。まあ、それは単純に油をめっちゃ温度上げるじゃないですか。はい、それにトマトの水分が入ると水と油が喧嘩するんで、スポーツできます。すごい。俺が出てる気分が決定してるから何でも俺の声は入んない。ええー、マジです。すごいな。はい、おー、来ました。こちらが、まず最初にこちら、マリネーラ10辛、はい、やってきました。はい、これね、先ほどちょっとハバネロがね、3つ入ってます。刻んだものが。タコスは後でいきますんで、早速食べましょう。いただきます。さあ、マリネーラ10辛、お手並み拝見ですよ。ということで、じゃあいきましょうか。はい、これなんかちょっとサービスでつけていきます。チップス、うん、どんなもんかいと。これね、ハバネロ3つも入ってるかな。いける。香りがいいわ。香ばしい。あー、これ今うまい。合うわ。これに合うわ。最高。あー、これ合いますね。これうまい。初めてこのマリネーラっていうこの初めてちゃんとしたの食べましたよ。うまいな。ハバネロこれ入ってるんですけど、意外にいける。わーっと口の中がこうハバネロバンとこう刺激がこう充満するんですけども、このタコが香ばしい。そしてうま辛い。これはお酒に合いますね。うまい。口ではね、
確かに感じるけど、口よりね、ちょっとお腹にこう下に降りてきた方がちょっとハバネロ怖いかもしれません。うまい。さっきあの作ってた工程見ましたけども、大量の油をフライパンに熱してたんで、その油油分がハバネロの辛み成分をちょっとこうまろやかにしてくれてる可能性がありますね。ご飯なんですけど、アロス。アロス。アロス。ご飯って言ったんです。で、白がブランコって言うんです。これアロスブランコ。で、まあ、これに乗っけるだけです。これだけです。なるほど。はい。で、これパクチーをちょっと乗っけて。さっき食べたハバネロの風味が口に残る。あ、本当です。足がバレてます。どうぞ、はい、食べてみてください、はい、こっちがティンガデポジョといってね、燻製した唐辛子のサルサで煮込んだ、鶏もも肉ということで、こっちの方がちょっと若干辛いそうですね、はい、ちょっとまずこのパストロの方からいきましょう。これね、あのお店の一押しメニューらしいです、はい、うまそう、いただきます。うまっ。何これ、初めてちゃんとしたタコス食べた。なんか今まで食べてたタコスがおもちゃみたいな、お菓子みたいな。おいしい、これはたまげだわ。そしてこっち、はい、ちょっとねご飯みたいなこう入ったタコスですね。これちょっとこう燻製した唐辛子ですから、これちょっと辛いらしいです、ま、ずうまっ。ちょっとサルサソースのちょっと唐辛子の辛みがパッとちょっとしきますけど、うまっ。ごちそうさまでした。それではカーサレーブの発表していきましょう。エルボラーチョさんのタコスと、マリネーラ10から、はい、ちょっとそれぞれ、発表していきましょう。カーサレーブでジャララジャン 7.54 でーす。おめでとうございます。はい、ということでまずねこのマリネーラ10から、はい、これね、まあちょっとね、さっきもちょろっと言いましたけれども、ハバネロ3つ使っているところでね、結構これ相当な辛みあるだろうと、思ったんですけど、意外にね、意外にいける。まあね、多分大量の油を使っていることによってね、辛み成分のカプサイシンがちょっとこう、溶け出してね、ちょっと緩和されている。まあちょっと油がちょっと牛乳の代わりぐらいになってくれたんじゃないかなと思うんですけれども、ただね、うまい。とにかく香りがいいんでね、これは進むね、これあと3倍ぐらいいきたいなというぐらいです。これね、個人的におすすめ。うん、風味がすごい香ばしくて美味しかったです。そして次タコス、それぞれ食べましたけどパストール、こっちはねお店の一押しだけあってね、これマジで美味しかった。あの豚肉とねこのタコスすごい合ってね、これはトルティーヤもね生地からすごいうまかったな。これはタコス好きだわこれ、うん、今まで食べたタコス何だったのというぐらいちょっと突っ込みたくなるぐらいのうまさです。はい、でディンガーデポジョもね、燻製した唐辛子のサルサを使っただけあってね、ちょっとこう口の中にピリッと刺激のある美味しいタコスでした。はい、いやちょっとこれメキシコ料理ハマっちゃうな。ちょっと他のメニューも食べてみたいなと、ちょっとね正直に思いました。テキーラも美味しいんでね、テキーラ好きの方はぜひテキーラ片手に乾杯してみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきあります。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。月下ブログ、ツイッターとも更新しますのでぜひ登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。アミーゴー。